で引いてという相撲もかなりあった千代丸です。今場所はかなり前に出ています。制限時間がいっぱいです。対戦は去年の夏場所以来、この時は千代丸が少しずれて右にずれて当たって引き技引き落としで勝っているという一番です。ただ輝も力をつけてきました。横綱大関戦敗れはしましたが、少し押し込む相撲もあって本人も手応えがなかったわけではないと口にしています。制限時間がいっぱい。輝が上手を取った。千代丸回り込んだ、こらえた、しのいだ。今度は千代丸、読み切り千代丸の勝ち。9勝目今日も組みました。輝き敗れて4勝10敗。そして最後は腹を使いながら出ての寄りでした。9勝目9勝5敗、幕内最多の白星。勝ち越した後も引き締めました。押し出し、最後手が体が離れて押し出しです。千代丸の勝ち。ここで勝負審判の交代。瀬川さん、はい、輝のペースに見えてました。そうですね。当たって突っ張って、外れ押して、まわしを取って、寄ってって、大体これで決まるんですけどね。よく残ったですね、かかと。いや、つま手を切って残したんですね、これ。はい。体から出てましたけど、ついてないですね。よく残しました、そしてその後こう腹を下の相手の腰の下に入れるようにして、腹使うのうまいですよね。千代丸、これは胸でいくような今日立ち合いだったんでしょうか。立ち合いどっちも高いんですけどね、もともと押し込んだのは輝の方でした。ただこの残り方、親方おっしゃったこのかかとですね。そうですね、つかなかったですね。うまく回り込んでね、右を差して、この後またすぐ出ましたね。輝は一瞬巻き替えようという動きがあったんですね。いや、本人の言葉通りで最後までこう諦めずに相撲を取りましたし、何より勝ち越した後こうして一生白星を積み上げましたね。大きいですよね、こういうの。